2004年ロシア航空機爆破事件は2004年8月24日の23時前後にロシアの国内線を飛行する航空機2機が相次いでテロリストによって爆破された事件爆破された航空機は2機ともしとモスクワのドモジェドボ空港を出発したものであり合計で89人の死者を出したなおこの事件はいずれもモスクワ時間圏内で発生しておりこの記事における 時刻の表記は、モスクワ夏時間に従うものである。エアボルガ1303便モスクワ発ボルゴグラード行、スポレフツ -134 型機は、モスクワのドモジェドボ空港を22時30分に離陸した後、22時56分に、モスクワの南東 180km にあるトゥーラ州上空で消息を絶った。その数時間後に、地上にて航空機の残骸が発見されたが、 地上にいた目撃者は航空機が墜落する直前に激しい爆発を起こしていたのを視認していた。これにより1303便に搭乗していた乗客34人、乗員9人の合計43人全員が死亡した。エアボルガ機が墜落した数分後、S7 航空1047便モスクワ発置業、ツポレフツ -154 型機が21時35分に、 モスクワのドモジェドボ空港離陸後、レーダーから姿を消し墜落した。インテルファクス通信によると、匿名の政府筋の話として、1047便は22時59分に、ロストフ州上空で、ハイジャックの危険性があると報じられていたという。航空機はレーダーから消失後すぐに墜落したと見られ、乗客38人、乗員8人の合計46人全員が死亡した。 航空機の残骸は、翌25日の朝に、ロストフ州の仮面スクシャフチンスキーで発見されている。この2件の航空機墜落はほぼ同時に起こっており、即座にテロの可能性が疑われ、当時の大統領であるウラジーミル・プーチンはロシア、連邦保安庁に事故の調査を命じた。8月28日、連邦保安庁は墜落した、両機体からトリメチレントリニトロアミンによる、 爆発の痕跡を突き止め、8月30日には、ロシアのイタルタス通信が、連邦保安庁が、疑いの余地はなく、テロリストによる攻撃と断定したことを報じた。これについて、ロシアではあまり知られていなかった、エスロンブリー・ブリゲイズという組織が、犯行声明を発表したが、この声明の内容が真実であるかどうかは未だに明らかになっていない。 この組織は両機に合わせて5人のテロリストを登場させていたとしているが、専門家は5人ものテロリストを航空機に登場させることができる可能性については否定的である。その後の調査で爆薬を起爆させたのはグロズヌイに住むチェチェン人の女2人であることが明らかになった。このウボルがアビアエクスプレスを爆破した犯人の兄弟はロシア当局による拘束を恐れて、 事件発生から3年も前に姿をくらませている。さらに、チェチェン独立派の強行派指導者であるシャミルバサイフが9月17日に、ウェブサイトにて別の犯行声明を発表した。彼は、エスロンブリー・ブリゲイズによって出された声明を、否定するとともに、爆薬にかかった費用が4000ウェドルであったことなどを、明かしている。ロシアでは2004年2月に、 モスクワ地下鉄で41人が死亡する爆破事件が発生していたほか、直後の8月31日には再び、モスクワ地下鉄の駅で爆発が起こり10人が死亡、そして9月1日には、北オセチア共和国で多くの子供を含む386人が死亡した、ベスラン学校選挙事件が発生するなど、テロ事件が相次いでいた。なお、ベスラン学校選挙事件を死亡したのは、 シャミル・バサエフである。実験当日、犯人の女二人は、同じく、チェチェン人の男二人と共に、マハチカラからモスクワに航空機で到着した。その際身分証明や爆発物の検査などのために、立ち会った、警察官、ミハイル・アルタマナブはこの四人を正当な検査を、行わずにセキュリティを通過させたとして、職務違反で検察に起訴された。検察は、 アルタマナブ被告に対して、禁庫6年を休刑。それに対して裁判所は、禁庫7年の有罪判決を言い渡したが、最終的には再び6年に減刑された。また、アーマン・アラチュニャンは、約140ユーロの金銭と引き換えに、犯人の女二人に、有効な身分証明書の確認を行わずに、航空券を販売したことと、航空券をチェックする係員に協力を働きかけた。 ことで、その航空券をチェックする係員であった、ニコライカレンクオブは25ユーロの金銭と引き換えに、有効な身分証がないにもかかわらず航空機に犯人らを登場させたことで起訴された。二人は賄賂を渡した罪と受け取った罪で、それぞれ有罪判決を下され、結果の重大性から、居留地への一年半の派遣を宣告された。 犠牲者の遺族21人はこの事件について、航空機への搭乗にあたり、乗客をチェックする業務についていた警備会社、ザオイースト、ラインアビエーションセキュリティに対して、犠牲者1人当たり300万ルーブルの賠償を求める民事訴訟を起こし、裁判は2007年2月22日に、ボルゴグラードでは始まった。当初警備会社は自分たちに賠償の責任はなく、 責任を持つのは爆破テロ事件を計画したものだという主張を行い、裁判所が検察に対して調査報告書の提出を求めたが、ここですでにこの事件に関する捜査が停止されていることが分かった。これは航空機を爆発させた実行犯が二人とも死亡しているほか、事件の首謀者が特定できず、また犯行声明を出したシャミルバサイフも、 ロシア連邦軍の作戦により死亡しており、容疑者がいない事件となっていたからであり、未だに、この裁判は解決されていない。一方他の犠牲者の遺族はロシア内務省と S7、航空、保険会社2社を相手取った、損害賠償訴訟を起こした。2007年10月21日、裁判所は、S7 航空の責任を認め、遺族に対して、 遺族側の要求の約1%に当たる25万ルーブルの支払いを命じた。これに対し S7 航空は2008年5月に控訴したが認められず、再び2009年4月に控訴を行ったところ、これが認められ、賠償判決は破棄された。これを不服とした遺族側はさらに異議を唱えたが棄却されたため、さらに上級裁判所への上告を検討している。ありがとうございます。